皆さんこんにちは。昨年12月30日、急速進行性間質性肺炎のため亡くなった船歌、雨の慕情などのヒット曲で知られる歌手八代亜紀さん。八代さんは昨年9月に膠原病と診断されたことを公表し、療養のため活動を休止しており、誰もが復活を待ち望んでいましたが、願いは叶うことはありませんでした。八代さんの訃報には業界からも多くの悲しみの声が上がっていたのですが、中でも弟のように可愛がられていた俳優の新田純一さんは悲痛な思いを告白していました。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。急速進行性間質肺炎のため亡くなった八代さんは、雨の慕情、船歌など演歌界の女王として数々の名曲を生み出してきました。その才能は歌だけにとどまらず、晩年は絵画の趣味が高じてアーティスト活動も行っており、その実力はフランス画壇の登竜門ル・サロン展の永久会員に選ばれるほどでした。八代さんは昨年9月に免疫異常によって発生する膠原病の診断を受け、完治を目指して活動休止を発表しており、闘病の最中でした。八代さんの訃報に弟分として可愛がられてきた新田純一さんは悲痛な思いを話していました。新田さんは昨年、八代さんの専属ヘアメイクを長年担当した大内さと子さんと20年以上の事実婚を経て結婚しており、八代さんとは公私ともに親しい関係でした。この結婚の保証人は八代さんで、新田さんは結婚発表の際に5月8日に自分が還暦を迎えた日、事実婚からけじめ婚の発表をさせていただいてから早3週間、もろもろの準備が相整い、本日やっと婚姻届を杉並区役所に提出してまいりましたと明かし、心機一転、気持ちも新たに邁進する所存でございますので、皆様には今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げますと、その思いをインスタグラムに綴っていました。またさと子さんも、出会って20年余り、長くもありあっという間でもあった歳月でした。どちらにしても私たちには必要な、そして意味のある時間であったことに違いありませんと綴ると、2人合わせて118歳、全く初々しくない私たちですが、どうぞこれからも末永くよろしくお願いいたします。全ての方々に感謝申し上げますと記していました。関係者によると、2人は20年ほど前から事実婚状態であったといい、再婚することを明らかにした時は、新田さんは還暦を迎えけじめをつけるため再婚すると理由を話していたということです。そんな新田さんは八代さんについて自身のインスタグラムで、無念です、悲しいです、信じられないですと無念の思いを綴り、八代さん、たくさんたくさん優しいお言葉をかけていただきありがとうございました。八代さんの素晴らしい歌声をもう聞くことができないなんて、今でも信じられません。包み込むような優しい笑顔をありがとうございましたと、妻とのスリーショットや八代さんとのツーショットを添えて追悼していました。その後、取材に対して新田さんは、僕が歌手としてデビューしていた当時、八代さんは歌の大先輩でした。25歳くらいで役者に転向したのですが、八代さんが駒劇場で1ヶ月の座長公演を行った時に僕をゲストとして呼んでくださって、それがきっかけで親しくなりました。その時から仕事だけでなく、公演が終わるとバリ島に連れて行ってくれたり、ゴルフに誘ってくれたり、自宅に招いて食事を振る舞ってくださったこともありましたと、スター歌手でありながら姉御肌で面倒見がよく天真爛漫な人だったと、八代さんについて新田さんは語ります。八代さんの YouTube チャンネルの企画で一緒にハンバーグを作ったことがあります。あの時も急に呼ばれて、何をするんだろうと思っていたら、いいからハンバーグ作るよって言われて面食らったのをよく覚えています。そんな感じでいつもいろいろなところに急に呼ばれて、弟分の新田くんですと紹介してくださるんですと語り、
旅番組でも共演していた新田さんは、八代さんが入院する1週間前にも撮影で香川県に行っていたことを明かし、その時は本当に元気で3日間旅をして、さぬきうどんを食べたり、いろいろな場所を巡ったりしたことを話していました。八代さんの入院生活には事務所のスタッフと妻さと子さんが寄り添っていたそうで、入院中は限られた人だけが入室を許されました。うちの妻が29年間八代さんのヘアメイクを担当していたこともあり、事務所スタッフと共に付き添わせていただきました。そんな中、事務所の方から連絡が入り、八代さんが緊急な状況だからすぐに病院に来れますかという知らせを受け、急いで妻と共に病院に行き、自分は車で待っていようかと思いましたが、事務所スタッフのご厚意で特別に八代さんに会うことができました。おかげさまで最後のお別れをすることができましたと語ります。昨年3月に出演した徹子の部屋では、100歳まで歌えますと笑顔で話していた八代さんは、入院後も復帰を見据えていたそうで、入院中も絶対元気になって早く絵が描きたいとか、コンサートもやりたいし、ボランティアとして老人ホームなどで高齢者の方々に歌を届けたいと言っていました。とにかく活動休止前よりますます頑張りたいと意気込んでおりましたと、懸命に病と闘っていた八代さんの姿を振り返り、ムーンラウンジ八代という番組に八代さんと2人で出演していて、入院中も留守番という形で僕がナビゲーターを担当していました。実は1月9日にも収録がありまして、当面の間は変わらず八代さんの残した番組として引き続き守っていくということになりましたと、番組の継続を報告していました。アーティストとして活動する一方で、動物保護に関する活動も取り組んでいた八代さん、八代さんと関わりがあった動物愛護団体の関係者は、八代さんは保護犬や保護猫をお世話している保護活動の大先輩でした。飼育歴で言えば60年以上で、たくさんのワンちゃん猫ちゃんに愛情を注がれてきたと思います。八代さんが引き取ったチータンは足が悪く処分寸前の子でした。八代さんは足が不自由でもいいから連れてきてと言って、最終的に家族としてチータンを迎えました。八代さんは人にも動物にも優しかった。そんな八代さんの気持ちを忘れずに、これからもたくさんの命を救っていきたいと思いますと話していました。八代さんの訃報、新田さんの言葉には聞いてみました。新田純一くんの優しさ、純粋さが伝わる追悼ラジオでしたね。優しい八代亜紀さんが気を許せてそばにいてほしいと思っていたんだろう。旅立つ時の様子、ファンの皆さんも安心させる報告だったと思います。また聞きますね。新田純一さんは八代亜紀さんの臨終の席に立ち会ったのか、復帰のスケジュールがどうなってるのか気がかりで、新田純一夫妻のフェイスブックを頻繁にチェックしたり、年明けてジョイントコンサートのチケット情報を確認したりしていました。まさかこんなにあっけない終幕になるとはといったコメントが寄せられていました。最後の最後まで命を諦めなかった演歌の女王八代さんがこの世に残したものは、その生き様とともに語り継がれていくことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。